今日はスタジオのドラムを生成する機能、ドラムとパーカッション生成を調べていくよ。一般的にドラムはキック、スネア、ハイハット、ドラムセットに含まれる楽器のことを指す。パーカッションはドラム以外の打楽器、太鼓やタンバリンなどを指すことが多い。でもスタジオのドラムとパーカッションは今説明した区分とは性質が異なるよ。早速だけど実例を聞いてみようか。ドラムとパーカッションを比較してみるよ。ドラムの変化を聞きやすくするために今回はドラム以外の音量を強めに下げるよ。スタジオのドラムとパーカッションは楽器種別で分かれているわけではない。ドラムは一般的なドラムパートにスタイルの効果を加えたデータを生成する。パーカッションはドラムパートとは無関係のそのスタイルの純粋なリズムを生成するよ。つまりドラム全体を差し替えたい場合はドラム全体を作るドラムを使って、既存のドラムに別の音を足したい場合はパーカッションでその音だけを作るといいね。ここでちょっとスタジオの話からは離れる。でも今日のメインテーマの話をするよ。先ほど使ったスネアやハイハットなどのドラムのスタイルはどこまで効果があるのか。今まで多くのスタイルを紹介してきたけどドラムは紹介したことがなかったね。なぜかというとあまり効果がないからだよ。有名な楽器でも全く効果がないことも多い。それと先ほどのドラムハイハットのように効果が出たかどうか分かりにくいことも多い。だから今までのスタイル解説ではドラムをテーマにできなかったんだ。でもスタジオのパーカッション生成ならドラムスタイルの純粋な音色を聞ける。だからどこまで効果があるのか、この機会に改めて調べてみたよ。100個くらいのスタイルの効果を調べた。その中で効果があったものを紹介していくね。
ドラムのスタイルの音を聞いてみたよ。それなりに効果のあるものも多いけど、でもこれで全部だと思うと少ないよね。効果の出ないスタイルの方が多いよ。スノはドラムに限らず楽器スタイルに弱い。これはスノの昔からの欠点だけど、スタジオだとこの欠点が致命的になるね。出したい音が出せないことが多すぎる。それともう一つ致命的な欠点は、パーカッション生成でも別の音が混じること。今聞いたたくさんの実例で分かる通り、特にハイハット系の音が高確率で入る。つまり元のドラムプラスパーカッション生成だとハイハットの音が二重になってしまうね。だから現状のパーカッション生成は正直なところあまり実用的ではない。現実的にはドラム生成の方を使ってドラム全体を差し替えた方がいいね。ドラム生成だとどうなるかというと、通常のドラムにスタイルの楽器が追加される。一つ例を出してみようか。スタイルタンバリンでドラム生成すると、通常のキック、スネア、ハイハットにタンバリンを加えたパートが生成される。この時ハイハットとタンバリンは共鳴して、音が混ざるかどちらかの楽器が消えやすいよ。ドラムは音の競合が起きにくいパートだけど、それでも似た音は混ざったり消えたりする。音が変化しやすいのがドラムの欠点。それが嫌ならパーカッションを使うしかないね。ちなみに今回紹介したドラムのスタイルはスタジオ外の普通の生成でも効果はあるよ。もちろん音は非常に消えやすくなるけど、興味があったら使ってみても面白いよ。ここまでは楽器名をスタイルにしてきたけど、ドラムを生成するスタイルはもう一種類ある。スタイルに音楽ジャンル名を入れる方法。ロックと入れればロックのリズムになるよ。これもいろいろな実例を聞いてみようか。適当に音楽ジャンル名を入れていくよ。音楽ジャンル名のスタイルを使うと、ドラムだけをそのジャンルのリズムにできる。面白いけどいろいろな問題点もある。まずは生成結果が一拍ずれることが多い。スタジオはデータを生成した後に他のトラックと音が揃うように位置を補正する。この時に他のトラックの音が強い部分と
ドラムの音が強い部分を揃えてしまうんだ。これは正しい挙動をしているように見えて、音楽的にはとても間違っているよ。ドラムのリズムはバックビート、他の音が弱い部分を強調することが多い。だからドラムの強い部分を他と合わせると、多くの場合一拍ずれることになるね。ずれたら手作業で直せばいいんだけど、結構見落としが起きやすいから注意。ドラムには不協和音が存在しないから、一拍ずれても強い不自然さは生じない。適当に聴いてると案外見逃しやすいよ。生成されたドラムは注意深く聴いておこう。私もさっきの実例のハウス 50% の曲はズレを見逃してズレたまま再生しちゃった。もう一つの問題は、元の伴奏や BPM と大きく離れたリズムは生成しにくいこと。具体例はさっき聞いてもらった通りだけど、問題は元の曲が変わると結果も変わること。伴奏や BPM の異なる別のサンプル曲だと、さっきの例とは大きく結果が変わってくるよ。インフルエンススライダーを上げれば、元がどんな曲でも似た結果を出せるけど、やりすぎると BPM まで無視して破綻する。スタイルの強さの調整が難しいね。まあ多少問題点があって注意が必要だけど、面白く便利に使える生成だとは思うよ。ちなみに音楽ジャンルスタイルでの生成は、ドラムもパーカッションも似た結果になる。パーカッションは音が抜けたりしやすいので、ドラムで生成した方が無難だと思うよ。ドラムはまだまだ話したいことがあるけど、動画が長くなるから今回はここで終了。次回は楽器指定シンセの効果を調べようかな。これもどこまでできるのか気になる機能だね。それじゃ、またね。